知らないことを知れる有意義な時間です。人生の選択肢を増やすために必要なことです。人生の幅を広げてくれるものです。自分の価値を高めるためのもの、楽しむもの、新たな自分を知る機会、自分の可能性を広げるもの。まずは自分を学ぶことで今後の人生での学びへの意識が変わる。進化、新たな人と出会え、新たな刺激を受けられるものです。人間は考える足である。新たな幸せを生み出してくれるもの。無限の可能性、新しいことを知り自分が成長できること。自分が知りたいことがもっと知れる。自分の中の引き出しを増やすこと。詰め込むものではなく吸収するもの。最高な人生を送るために必要なものです。未来の自分への投資。大人の遊び。大人の宝探しなのかなっていうふうに思ってます。本気になれないと取り組めないことだと強く感じました。明るくワクワクするような未来を想像できるようになる一つの手段です。自分が何が本当に好きか、やりたいか、またそれに対して足りないことは何かを知るきっかけになりました。